秘宝、富安さん、プリップに狙われていた。A メディア、ザ・ムートルームは、ベン・スポーツのレポーターであるキャリー・ブラウン氏が、タッチライン際で聞いた声を明かしたと伝えている。かなり早い段階でグアルディオラ監督が、ずっとジャック・グリーリッシュに向かって言っていたのを目撃しました。富安にプレスをかけ続けろ、富安にかけ続けろと。彼の富安へのプレッシャーがミスにつながり、それがケビンのゴールにつながったのです。ああ、狙われてたんか。怪我明けとか、試合出場少ない選手を狙うのは定石。やたらゴールキーパー、左サイドばっかり蹴り込んでたけど、そういうことやったんか。グリーリッシュのプレスは、大したことないし、フィジカルもないから、大した脅威にならんのに、慌てふためいてミスった富安の自滅やな。ミスったシーンは、そこまで焦るような状況じゃなかったわな。ゴールキーパーも、しっかりボール戻せる位置に立ってたし。試合開始からボールを受けた際に、妙にぎこちなく見えたのが気になってた。シティのプレス強度が強かったと言えばそこまでだが、富安自身は、この試合の重要性を感じてか、多少ナーバスになってたと思う。あの場面、簡単に外に出してればと、たらればを思ったりするけど、シティのプレスに押されて、他の選手も、普段はしないような自陣でのパスミスが多かったと思う。アーセナルは全体的に、ゴールキーパーへのバックパスが多くて、やや危なっかしいところがあったのが事実。富安は確かに狙われたが、他のアーセナルディフェンダー陣も、プレッシャーかけられて狙われてたね。外に出さないでバックパスが得意だったから、逆に狙われちゃったね。プレス早かったから、最後尾の位置までは確認できる余裕はなかった。スタメンで出れていない試合感のなさとかを狙われていたなら、富安は体質改善しないと、トップでやり続けるのは厳しいということなのかな。狙われたのは、両サイドバック、どっちもボール取られてたし、チームとして想定してなかったんやろうな。